はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第176回でございます。で、今年一発目ですね。ダラダラジオとしては一発目なんですが、テーマが受験当日のポイントで喋っていきます。で、ですね、当日だけじゃなくて前日までなんですが、細かいちょっとポイントを話します。この勉強の仕方とかではなくって、なので聞いていただいて全部取り入れなくていいです。自分に、あ、これちょっとそうしてみようかなって思うものだけ取り入れてもらえたらと思うので、もしよかったらね、聞いてみてください。で、いろいろ話すんですけど、一番最後に編集でこう箇条書きで今回話したこと簡単にね、一応出そうとは思いますんで、その辺もこう、なんだろう、見た後に、あ、こういうこと喋ってたなみたいな、忘れないためにもね、出しますんで、よかったら使ってみてください。うん。よし、ちょっと喉の調子にまた悪いんですけど、じゃあ行きましょうか。で、まず1個目が、持ち物です。これ前日までの話なんですけど、持ち物は、遅くても3日前までに準備してください。でよくさ、やっぱりこうなんか、まあ、試験じゃなくてもね、明日なんかにどっか行くって時に、持ち物って前日にさ、こう揃える癖がある子多いと思います。俺もそうなんですけど。でも入試に関しては、ね、受験に関しては、必ず3日前にある。で、3日前に揃えます。2日前、その翌日ね。2日前になったら、またチェックするんです。で、その次の日、前日になってまたチェックする。3段階チェックは必ずしてください。で、これなんでかっていうと、もちろんね、いや、私忘れ物とかしないんで、とか全然構わないんですけど、私、ハイチ氏、すごい忘れ物する、します。もうね、ほんとね、大事な時にね、すっぽ抜かすんですけど、こういうのを。やらかすんですよ。なんか忘れるみたいな。で、例えば、ちょっと忘れ物が不安だったり、あ、たまにこういう時やっちゃうんだよね、俺、とか、私って思う方なんかは特になんですけど、当日、不安要素って減らしてほしいんです。ただでさえ不安だから、受験受けるにあたってね、なんか忘れてたらどうしようなんて余計な不安を持ってほしくないので、そのなんか忘れてたらどうしようっていう不安とかドキドキって、まあ、試験と関係ないじゃないですかって思うかもしれないんですけど、関係あるんです。それ、その不安がテスト本番の不安につながるから、だからもうできる限り余計な不安要素を取り除いてほしいの。なので3日前からチェックして、もう3回チェックしたら大丈夫でしょうって、いけるって。で、3回でも不安な気がしたらもっと前から準備する。1週間とか7段階チェックとかでも全然構わないですってしてください。で、ちなみに持ち物なんですけど、まあセンター試験がねの方なんかは、まあ筆記とマークなんで、あと私立もマークの方が多いかな、高校受験でもね、鉛筆とか、まあ、シャーペン鉛筆分かれると思うんですけど、必ず複数本持ってきます。シャーペンでも2本から3本、鉛筆はまあ5本から6本ですね。で、鉛筆ケースにも必ず持っていくと。で、消しゴムなんですけど、最低2個持ってってください。で、これは試験中に消しゴム落とすことって普通にあります。で、落としてしまったら手を挙げて取ってもらうことはできるんですけど、基本的にその取ってもらうまでに時間がもったいないのと、基本的に消しゴム落としたらやばって、ああどうしよう落ちちゃったよ、あ、手挙げなきゃって、手挙げていいのかなってなるんです、基本的に。で、そこも、そんなドキドキ、もう使ってほしくないわけ、そんなとこで。パワーを。だったら、一個落としちゃっても、あ、後で拾えばいいや、もう一個あるし、みたいな。で、もう一個落としたらどうしようって不安になるんだったら、三つ持ってく。消しゴムね。これ絶対してください。もう余計な不安要素をもう取り除く。これもテーマですね、個人的には。で、次が、まあ、前日だけではないんですけど、夜更かしをしない。もうこれも、できればね、試験本番の1ヶ月前からは夜型の生活を直す。できれば土日、ね、昼間から、朝から家に入れるときは、入試、受験本番と同じ時間に勉強するっていう体作りをしてほしい。です。入試受験ね、の前日に夜更かしなんて絶対にやめてください。ダメですよ、絶対ね。試験の時に眠くならなくても頭ポーッとしちゃうので、そう、そこ気をつけてください。で、次が、食べ過ぎない。そう、これ大事。で、何かっていうと、特に保護者の方なんかは、やっぱりこう、応援したいので、例えば、縁起を担いでカツを出すとかね、やりたくなると思うんですよ。で、すごい気持ちわかります。自分も子供がいるので。でも、これ本で読んだんですけど、カツって揚げ物なので、消化が良くないんですよ。
で、あまり、試験前日とか当日とかに食べるべきではないんですね。細かいことを言うと。で、もちろんね、そこに関しては、まあ、専門家ではないんでお任せはするんですが、とにかく前日とか当日に食べすぎないっていう。そう。特にね、受験時って昼休みに多分入るんですよ。ほとんどが午前から午後にかけてだと思うんですけど、なんか食べるじゃないですか。まあお母さんがね、作ってくれたものなのか、コンビニで買ったものなのかわからないんですけど、これね、お腹鳴りたく、特に女の子。お腹鳴るの嫌ですよね。で、受験の時に限って鳴るんだよね、お腹ってなぜか。そう。お腹空いてないのに、みたいな。だからそれが嫌だから、いっぱい食べようとする子がいます。でも、やっぱり食べてしまうと、脳がね、その消化の方に持ってかれてしまうので、働かないんですよ。頭ポーッとするし、やっぱり。だから、腹、まあ、5分目、6分目ぐらいに抑えてもらって、で、お腹鳴るの気になるかもしれないんですけど、やっぱそこよりは、できる限り力を発揮できる状況に持ってってほしいので、そこも気をつけてください。で、飲み物も飲みすぎるとトイレ行きたくなるんで、そう、緊張するとトイレ近くなるんでね、人ってね。だから、あまり飲みすぎないようにしていただけたらと思います。飲んじゃダメってわけじゃないからね。食べちゃダメじゃないんだよ。程よいところにしてください。で、次がですね、これ当日の話行きましょうか。これ細かいんですけど、個人的には待ち合わせ場所です。試験会場に一緒に行く、友達とね、一緒に行く方多いと思います。多いと思うんですが、できれば、待ち合わせは、試験会場で待ち合わせる方がいいです。一緒に駅で待ち合わせて、電車乗ってくってよりは、これ個人的な意見ね。そう。でももちろん友達と行った方がね、気が紛れるって言うんならそれでいいんですけど、例えば一人の子が来てて、もう一人の子が来ないっていうアクシデントがあった時どうするっていう、そういうこともあるし、まあ携帯があるからね、問題ないのかもしれないんですけど、そう、できれば試験会場で待ち合わせて、よし、一緒に行こっかみたいな。風の方が切り替えられる気持ちが。っていうことも多いので、まあもしよかったら。これはね、強制はしないですけど。で、次ですね。これ、すごい守ってほしいとかやってほしいんですけど、センター試験で、高校の子がいっぱい受ける場合、多分同じ会場で受けるんですよ。自分そうだったんですけど、違ったらごめんね。だから、同じ試験会場に同じクラスの子とか、同じ高校の子がいっぱいいるパターンがあります、結構。で、それはまあ、高校受験でもさ、同じ高校受ける子いると思うんで、友達いたりするでしょ？で、できれば、仲いい友達と先にもルールを決めておいて、試験が終わります。例えば、英語が終わりました。終わった後に答え合わせは絶対にしちゃダメです。これは。よくあるパターンがね、はい、試験、ペンを置いてください、みたいな。試験終了です。で、回答紙回収されました。友達近くにいます。ねえねえ、これさ、3番の括弧にいくつだった？うわ、マジか、ルート 5？ 嘘、ルート3じゃない？みたいな。絶対にやっちゃダメ。これは。で、なんでかっていうと、回答を、なんだ、答え合わせをしていいことって何もないんですよ。基本的に。あ、ちょっとごめんね、今あれだ。日が陰って画面暗くなってるけどね。そう。で、何かっていうと、例えば、答え合わせをします。で、間違ってる方、で、気になってさ、合ってるかなって言って、合ってたって安心感を得られるかもしれないけど、結構な確率で外すことがあるんですよ。で、そうすると、やっべ、間違ってるよ。って言って、引きずるんだよね。次の科目にそれを。そう。だからしちゃダメ、答え合わせは。で、できれば、仲いい友達でそれはしないようにしようぜって決めておくといい。で、センター試験特にそうなんですけど、休み時間やたら長いんですよ。そう。センター多分50分じゃないかな。昼休憩1時間20分とかあると思うんですけど、で何するかって雑談でいいんですよね。普通に音楽聴いたりしてもいいですけど、そう。あと俺の友達漫画持ってったからね、普通に休み時間。そうそうそう。いいんですけど、答え合わせは基本的にしない。話すんだったら雑談したりとか、頑張ろうぜ次もって、切り替えていこうぜみたいな。励まし合うぐらいの。感じがいいですね。できれば。と思います。ちょっとカーテン開けようか。これ多分カーテンで引っかかってるんだよね。あ、でもごめん、閉めちゃうね。こっちの方が多分見やすいかな。ごめんね。そう、これはぜひそうしていただきたい。まあ、周りがね、してきた場合はちょっと難しいんですけど、自分はしたくないのにってあるかもしんないけど。で、次が、さっき漫画持ってってるやつがいるっていう話をしたんですが、
できればね、参考書とか問題集を持っていかない。試験会場に。自分持ってったことないんですけど、一回も。そう。で、なんでかっていうと、例えば休み時間はまあ20分、30分あるか分かんないけど、次が数学だからっつって数学の問題集見るじゃないですか、やっぱ持ってってたら。でさ、こう確認するんですけど、その確認の時に、なんだろうな、すげえラッキーだったら、そこで覚えたやつがちょうど出ました、みたいな。たまーにあるんですよ、これ。ラッキーパンチね。あるんですけど、ほぼほぼ、やっぱりこれ忘れてたよ、どうする？やべ、これなんだっけ？あ、やばい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 、みたいな感じで、自分の忘れてるというか、できないんじゃないかっていう方のイメージを作ることにしか役立たないんですよ。だからマイナスに力が働いちゃうの。直前に見ると。学校の定期テストみたいに範囲が狭いところの話ではないので、今まで勉強した全部でしょ。その範囲広い中からラッキーパンチなんてほぼほぼ起こらないんですよ。で、逆に焦ってしまって、焦った気持ちで試験が始まるみたいなね。そう、これはすごいもったいない。よく友達同士で問題出し合ったりする子もいるんですけど、自分は持っていかないっす。それもさせない。だったら、本当に友達と雑談して、気分を切り替えて、リフレッシュして、次に行くっていう風にしてほしい。です。はい。まあ最初にも言ったけど、一意見ですからね。その全部使わなくてはいいんですけど。で、あとはですね、あと2個ぐらいか。試験当日、まあ受けるじゃないですか。初めてのね、高校受験だと初めての受験の方が多いと思うんですけど、意外と近くの席の子って近いんですよ。近かったりする。そうするとね、試験始まります。シーンとします。でしょ？してると、みんな問題読んでるんだよ。試験始まってドキドキしたので問題読んでる最初。隣のやつさ、ちょっと聞いててね。聞こえるかな？音拾ってるかな？みたいな。ちょ、わーっと今強く書いてますけど、ペンの音が気になるんですよ。結構。で、やたらね、ペンがスラスラスラ超できてるみたいな子がいます。たまに。いるんですけど、で、そうするとね、ネガティブな子なんかは、やばい、私、どうしよう、わかんない、一番。なんでできん、まあ、やばくないみたいな。で、テンパると頭真っ白になって、さらにどん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 、こうね、落とし穴にはまっていっちゃうんだよね。そう。なので、基本的にペンをスラスラ書いてる子も別にそれ合ってるかどうかなんてわかんないからね。そう。自分塾講師やってる時に他の塾さんの先生の話を聞いたことあるんですけど、わざとやれっていうの。そこの塾の生徒にこれを。こうやって。周りにプレッシャー与えるからそれやれよ、みたいな。まあそういう風に言う人もいるらしいので、気にしない。ペンの音は。で、気にしないって思うと気にするから人は。だから、うわ、すっげえ書いてる。でもできてんのかな？ま、いっか。私は私のペースで。みたいな。すごいペンの音がしてることは認識した方がいい。聞かないようにしたら聞こえちゃうから、どんどん。うわ、すげえ書いてるーってぐらいでいいから。そう。でも、私は私。俺は俺だから。いいの気にしなくて。みんなが気にしなきゃいけないのは、自分が解いてるペース。時間がちゃんとペースに乗ってるかどうか、そこだけだから。周りのペースなんて気にしなくていいの。いいね。まあ、気にしなくていいって言ってもね、気にしちゃうってのはいい話はしたけど、なので、すげえ書いてるっていう風に思うだけでいいです。ね。みんなは自分の持ってきた時計、そこの時間の気にしてください。いいかな。で、ラストです。この前、あれかな？サンマのホンマでっか TV だっけ？でやってましたけど、こう、まあ、緊張するじゃないですか。で、緊張しない方法ってのは俺はないと思ってて、緊張はします。だって大事な試験だからね。するんだよ。で、緊張をちょっとでもこうほぐす方法としては、緊張してることを認識するっていうのをよく自分使います。自分が超緊張してる、受けるぐらいでいいの。あ、やっぱ緊張してるよねって。まあでもみんなしてんじゃないのかな。よし、みたいな。緊張しないし、しちゃダメ、しちゃダメ、しちゃダメって思ったら緊張するからさ。緊張しちゃってるよね、いいよねって思ってあげる。そう。それが大事。で、あと、やっぱ大事なことは、そのテレビでもやってましたけど、深呼吸ってすごい大事です。胸をね、こう、オードリーの春日じゃないですけど、胸をこう開くっていうのは酸素がいっぱい入ってくるので、やっぱり落ち着きます。基本的には。だから、深呼吸ってすごく大事。試験やってる時もそうだよ。そう。こう、下向いて、燃え解いてるけどさ、あ、やばいって思ったら、ちょっと上向いて、あんまりキョロキョロするとカンニングって言われちゃうから、上向いて、あんまり、って言うとあれだから、これ、あんま音しないように酸素吸って、よしって。自分の心の中ね、心の中で、よしもう一回行こうって思ってやってやる。ここまで来た。みんな頑張ってきたわけだよ。
試験に向けて、ここまで来たら、もう、あがいても何も変わんないの。何かをすることで今までできなかった問題ができるようにはならない。だったら、今持ってる力、100の力を100出せる子ってほぼいないです。自分も無理です。絶対に。100は出せないんだけど、100に近づいた数字は出したいじゃないですか。できれば95出したいし。ね。でも、焦ったり、テンパったりしてしまったら、その数字、パフォーマンス力がどんどん下がってしまう。だから、焦らない。いいんだって。みんなが解いてるペースだけ気にするのは。で、あとは、一問でも多くできる問題を探すの。過去問の方がいっぱいできても、できたとしても、今年の問題がたまたま難しいだけかもしんないんだから、気にしない、そんなことは。今、みんなにとって目の前にある問題、その中で、自分が解ける問題を一問でも多く探す。そして、解けたと思った問題、でも、ちゃんと確認してケアレスミスを減らす。一点でも多く取ろうって。そういう50分かね、40分かわからないけど、そういう試験時間にしてください。ね。深呼吸はすごく使えるからね。あと、顎を上げるって話もテレビでやってましたけど、それも大事ですね。まあ、酸素いっぱい取り入れるっていうのはすごくいいんですけど、そう。という感じかな。はい。ちょっと時間見ていいですか？ごめんね。画面触るよ。あ、出ない。出なかったごめん。なんでもない。では、今回は、ハイチのダラダラジオ、第176回。それに一応、右のオレンジ、風船をイメージしたんだけど、全然風船じゃなかったね。テーマ、受験当日のポイントで喋らせていただきました。多分長くなっちゃったと思うんですけど、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回は、ちょっと決めてないんですけど、また何か喋っていきますので、もしよかったらそちらの方もね、ぜひ聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。